あなたの就職活動をリクルーターがサポートいたします。これまでに出会えなかった非公開求人、スタートアップ、上場企業など幅広くご紹介いたします。詳しくは概要欄をご覧ください。内定チャンネル。旧帝大23卒就活生の内定者インタビューということで、本日ゲストに吉田さんにお越しいただいてます。吉田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。それではですね、早速吉田さんに内定者インタビューということでいくつか質問していきますね。それではまず1つ目、差し支えない範囲で結構ですので、内定先や志望業界を教えてください。まず志望業界は IT に絞って就職活動を行っておりました。その中でも日系と外資に分かれているんですが、まず日系から説明させていただくと、通信3キャリアから2つと広告系のメガベンチャー企業。外資が、少しぼかさせていただきたいのですが、オラクル、アマゾン、LINE、セールスフォース、シスコシステムズ、その他計6社の最終面接まで進んで、うち4つから内定をいただきました。じゃちょっと IT 業界に絞った理由とか、外資受けた理由とか、ちょっと後々聞かせてください。2つ目、就活の開始時期を教えてください。就活の開始時期は修士1年生の4月から約1年間行っておりました。早期内定を獲得した要因、ズバリ何でしょうか。あと、その準備内容とかも。要因として大きく2つあるかなというふうに思っておりまして、1つ目が逆算思考です。内定を取るという過程から逆算して、この企業ではこの強みとこの価値観をアピールしなきゃいけないなであったり、そのためには面接ではこの強みを伝えるためのエピソードはこれで準備しよう、じゃあその面接で伝えるための ES では文面で分かりやすいこの情報を書こうというふうに逆算して考えるというのを常に考えて就活をしておりました。2つ目がモチベーションの維持かなというふうに思っておりまして、早期内定を取るためには密度高く努力し続ける継続力といったものが必要なのかなというふうに思っております。私自身性格的に一人では頑張りきれないというのがあったので、ゼミの友達であったり SNS で就活仲間を作って毎日進捗報告や情報共有して、なんとかモチベーションを維持するというふうにやっておりました。この逆算のところなんですけど、結構大会の学生さんも多分逆算すべきゴール設定を見誤るとか、そもそもそれが選定できないとかっていうことが多いと思うんですけど、どのように逆算すべきところにフラグ立てましたか。そもそもおっしゃる通り、最初自分で考えた時全然うまくいかなくて、改善方法としてはやはり就活をうまくいった先輩であったり社員さんに直接もう全部ぶちまけて相談して、情報を集めていたというのが過程になります。ってなってくると、 OB 訪問とか結構序盤からやられてたんですか。はい、もうスタートの段階で OB 訪問をやったので、先輩方には非常に申し訳ないんですが、ゼロの状態からちょっと教えてくださいというスタンスでいろいろ情報を集めてやっておりました。次の質問です、面接や GD で特に意識したこと何かありますか。はい、これも2つありまして、1つ目が一貫性というのを非常に重要にしておりました。言いますのも、こう面接官は何十人何百人と学生を見ているので、短い面接時間の中でも自分の強みや経験、これなんか全部話してたら印象薄くなってしまうかなというふうに仮説を立てておりましたので、先ほどの逆算思考で企業に訴求すべき強み、ここからキャラクターをしっかり固めて、それにぶれないような回答を一貫性を持って伝えておりました。2つ目が場数を踏むといった部分です。面接本番の前に友人や先輩などと模擬面接や模擬グループディスカッションをやりまくって、数をこなすだけじゃなくて毎回復習することによって一回一回の質を高めていくというのを重要視しておりました。一貫性ってさっきキーワード上がったと思うんですけど、はい、ああ俺今の一貫性なかったなとか、一貫性担保できたとかってどういうところ振り返りしてましたか。振り返りとしましては、模擬面接の時に聞くんですよ。最初にまず自分の印象どうだったっていうのを聞いて、自分が予想してたものが出てきたら、ああよかったうまくいったでやりますし、出なかったら例えば自分の挑戦心っていうのを非常に重要視したんですけど、それ以外のワードが出てきたらどこからそれ感じたであったり、挑戦心アピールするためにはどこをしたらいいと思うみたいな形で、それこそ先ほどの面接の1回の質を上げるという部分でフィードバックを重要視しておりました。さっきの逆算のところをちょっとすごく重要だと思いつつも、見てる学生がじゃあ俺も逆算思考やろうって何すりゃいいんですか、はい、もうちょっと具体的だと見てる方も逆算思考というか、はい、逆算しやすくなるなと思った。では分かりやすく先ほどの価値観みたいな部分で言いますと、企業の求める人物像であったり、 OB 訪問を通してその企業にはどういう人が内定しているのか、どういう人が活躍しているのかという人柄をまずキャッチアップしていきます。でそのキャッチアップした人柄の中で自分がそこを訴求できるようなエピソードは何なのかっていうのを見つけて、あとはそのエピソードをうまく伝えるために、面接ではこのポイントを話した方がいいな、面接でそのポイントを話すためには文章でこの情報があれば伝わりやすくなるなというふうに考えていきます。でこの時にはやはり自分で考えるだけだと
とうまくいかない可能性があるので、いろんな先輩に見てもらったり模擬面接で通して毎回毎回改善していくというふうにやっていけばうまくいくんじゃないかなというふうに思いました。すみません、ちょっと抽象度が高いんです。じゃあ次の質問、業界研究であったり企業研究はどのように進められましたか？先ほどと少し重複してしまうんですが、やはり OB 訪問をフル活用にいるかなというふうに思っております。まずインターネットで IR 情報とかを見て企業分析をして、そこから強みや人物像、将来の目標、今後どこに注力しているのかっていうのを仮説を立てた上で、 OB 訪問で実際それどうなんですかっていうふうに仮説検証して、こう精度の高い情報を集めるというのを意識しておりました。めっちゃ難しい質問しちゃうんですけれども、例えば、精度の高い情報ってさっきキーワードあったと思うんですけど、精度高くない情報なのに精度高い情報と思ってしまってる学生様って結構いらっしゃると思ってて、例えば A っていう会社は熱量の高い社員が多いですみたいな、全然精度高くないのに、おお熱量の高い社員さんが多いんだ、じゃあ俺も熱量アピールしようみたいな、そういうことじゃなくない？思ったりすること結構あったりするんですけど、吉田さんの場合は何をもってして精度の高い情報とそれを判定してましたか？私の中での精度の高い情報は、普通の学生だと手に入れられない情報、かつそれが自分に合ってるかっていうのを重要視していました。具体的に説明させていただきますと、例えば御社の強みってどこですかって聞くだけじゃなくて、私は過去にこういう経験をしてきてるので将来こういうことをやりたいと思っています、その上で御社のこの強みって実際どうなんですかのように自己開示をした上で質問をすることによって、吉田君はこういうことが興味あるんだね、こういう経験をしてるんだね、じゃあこの強みもそうなんだけど、うちの会社最近力入れてるこれも強みなんだよねとか、中小企業に興味あるって言えば、うちの会社だったら中小企業の〇〇部隊っていうのがあるから、そこが多分合ってるんじゃないかなみたいな、自己開示をすることによって自分に合った最適な情報を OB がくださるっていうのがありましたので、そこをうまく引き出して面接の時に御社の〇〇部隊で働きたいですみたいに言うと、割とよく知ってるねみたいな印象、評価を得られるので、そこが私にとっての精度の高い情報かつそれの得方かなというふうに思っております。めっちゃセンスいいですね。なるほど、ありがとうございます。周りのご友人で吉田さんのように内定を保有している方すでにいらっしゃいますか？去年の話になってしまうんですが、ちょうど年内この時期ですね、この時期にメガベンチャーとか外銀、外資、IT、ここら辺の内定をもらっている友人は何名かおりました。吉田さんを含めてそういったご友人の方々、周囲の方々との共通点ってズバリ何だと思いますか？共通点で言うと、それこそ改善力が非常に高いなというふうに思っておりました。具体的に言うと、夏インターンの時にうまくいった人はうまくいってよかっただけじゃなくて、なんでうまくいったのかっていう要因をしっかり分析して、あ、これ自分の強みだからここ伸ばしていこうであったり、うまくいかなかった人でもそれめちゃめちゃ直してくるんですよ。で、直して冬に改善して内定取るみたいな形があったので、ただ漠然と動き出しが早いだけじゃなくて、一回一回の改善力が高いのかなというふうに思っておりました。陰性ですか、それとも普通に学部卒？はい、大学院生です。あ、院生ですか。修士2年生です。だいぶ仕上がってる感じというか内定チャンネル史上トップレベルです。レベルに優秀な受け答えだと思いますよ、本当に。ありがとうございます。これは内定大量に取るだろうなっていう感じで普段から内定チャンネルとか年収チャンネル見てるので、鴨本さんからそう言っていただけて非常に嬉しいです。だから今も最初に内定チャンネル上げあたりがね、そうですね、そういうところがすごい仕上がってますね、はい、陰性だからっていうのは多少はあるかもしれないですけど、ツッコミところがそのいい意味で一個もなかったんで素晴らしかったなと思いました、本当に。あとは仕事で成果出るか就活がうまくいくかまた別の話なんで、とかそこでまた切り替えて、今はね自信持って全然いいと思うんですけど、この栄光はセンター試験が良かったかどうかと一緒なんで、大学の成績とセンター試験は関係ないんでみたいな感じですね。口先だけで終わらないよう頑張ります。いやいやいや、はい、じゃあ吉田さん、ラストこれ視聴されてる就活生の方々に何かメッセージ一つお願いします、ちょうど多分この時期って一番辛い時期だと思うんですよ。いろいろ情報が出てきたり、みんな内定取り始めたりで非常に苦しい時期だと思うんですけど、たまには休むことも重要なのかなみたいに思いますので、ということを先ほど私モチベーション上げるっていうのを重要視していたのと一緒で、土日に遊びに行ったりとか美味しいケーキ食べたりとか、そういう息抜きも大事なのかなと思うので、皆さんぜひ根詰めすぎずに頑張ってください。はい、ありがとうございます。それでは本日は旧帝大23卒就活生の内定者インタビューということで、吉田さんにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。